長崎外国語大学は、長崎県長崎市横尾3丁目15番1号に、本部を置く日本の私立大学である。2001年に設置された、大学の略称は、長崎外大。1945年日本キリスト教団長崎、馬町教会に、長崎 YMCA 再建のため、仮事務所が設置され、1947年には、 長崎 YMCA の授業として長崎外国語学校が開校した。長崎外国語大学はこの外国語学校を起源としている。1950年に長崎外国語短期大学が開学。1960年には法人名を学校法人長崎 YMCA から学校法人長崎学院に変更。2001年には 長崎外国語大学が開校し、現在に至っている。長崎外国語大学の母体である、長崎外国語学校は、終戦の年1945年に、人類の平和と共存を願うキリスト教精神に、基づいて創設された。入学案内などには、見学の精神を端的に表す言葉として、真理と自由の探求、隣人愛。 献身と奉仕の精神という表現を用いている。留学制度長崎外国語大学では、現在5つの留学制度が設けられている。留学先大学で取得した単位の一括認定により、4年生から1年間留学する場合を除き通常4年間で卒業することが可能であり、留学期間は半年から1年を標準とし、最長2年間の留学が可能である。 教職家庭短期留学プログラム海外の国際交流協定大学から受け入れる留学生を対象に日本語、日本文化を短期間で学ぶ二つのプログラムが用意されている。昭和長崎外国語短期大学学者と記念碑、平成交渉は部位を三文字重ねたものであり、それぞれの部位が同心理、命を表している。由来はヨハネによる 福音書の16章6節にちなむ、学部大学院に設置。長崎外国語短期大学以下は2011年まで、学科級学科体制キャンパスの隣接地に設けられている。女子寮であったが、2014年3月より、男子学生も入寮できる国際寮に移行した。アンペロストアギリシア語で、ブドウの木を意味する。キング牧師教像。 2013年12月1日に長崎被爆者手帳友の会より寄贈されたアジアで唯一の共造である。ありがとうございます。